さあ、面白くなってきちゃったんで、このまま録画をやっていきます。さあ、さあどうしようかな。門馬さんなのかな。門馬なのかな。門馬じゃないのかな。しかしやっぱ門馬が4番に座ってからというものだからな、やっぱり。門馬を4番に。あんだけ俺はロマンがある男だっつって、4番が岡本だって言ってたのに。ねえ。ごめんな、8番にしちゃってな。ちょっともう、門馬さんが4番になっちゃったからさ。ちょっともう、まあ、実質で言うと多分この辺が多分頑張ってんだろうな。ちょっともう、門馬という4番がやっぱいるから、うちには。シャークスの8番、日本の4番。シャークスとかいう球団、日本で4番張れるようなやつが8番を打ってるらしいぜ、つって。いいね。中井、岡本。さあ、門馬。さあ、アメリカ代表強いんだろうな。アメリカ代表は強いだろう、おそらく。まあ、一応見てみるか。多分強いと思うんだ。うん。あ、強いね、もう。あ、クソみたいな、クソみたいなアメリカ人だな。すごい二人組だな。あ、でも、門馬さんと比べるとやっぱり守備に劣るね、やっぱりね。そうだね、ちょっと4番勝負。こんな逆みたいなパラメータある。TDCCA ってじゃないよ。4番張るんだったら多分逆なんだよな、ミートパワーと守備補給が。いや、やっぱうちの4番は、うちの4番は違うから、やっぱり。逆だけど4番近くのうち高速シュートか、高速シュートサークルチェンジね。あー、ちょっと見すぎたね。向こうも4番を抑えたっつって、向こうも愕然とするだろうな。向こうの4番一体どんなやつなんだって思って、向こうの4番どんなやつだって計算したら、全然、シャークスの8番打ってたやつだった。しゃ、しかし、門馬のヒットから皮切りに2点入った。ここは点決めたいですね。ひたすら右打ちを繰り返して、今日もワンヒット打ってるしな。高速スライダー。オッケー！これが日本の4番じゃない！これが日本の4番、門馬試合。4番の一振り。さあ、4番の一振りです。門馬兼入団から6年連続でゴールデングラブ賞を獲得している。いまだに3割も打ったことない、2桁も打ったことない、そんな男が日本の4番です。今完全に流れを変えました。四国の走り屋、門馬。完全に4番打っています。あー、そおっと、門馬塁に出る。これが門馬の威圧感。いや、門馬が勝利に貢献しました。門馬のおかげで勝ってるもんな。まさか向こうもこのここでホームラン打たれるとは思わなかったろうな。いや、甘く入った球とはいえよ。多分向こうもびっくりしてんだろうな。本当に門馬ってあの門馬かってなってるだろうな。データでもらった門馬かって、石川シャークスのあれだろ、石川シャークスの8番の守備のやつだろみたいな、そんなこと言われてるかもしれないな。さあ、いよいよ決勝戦、どこだろうな。メキシコ、メキシコも強えぞ。さあ、行くか。誰だろうな、藤波かな、田島かな。田島が行くか。まあ、ちょっとこうなると門馬さんになってくるんですけど。いや、門馬さんこうなるといよいよ無敵だもんな。守備クソほどうまいし、
打てるしってなったら、もういよ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 もう欠点が見当たらないもんな。じゃあ行きましょう行きましょう。じゃあモンマもハイタッチするよ。ハイタッチ、あ、ロータッチだったモンマ。よし行こう。さあやっぱ向こうの4番、ああ2点取られた、早いな。まあモンマなんですけど、見てみますか。強いね、強いね。あ、強い。ザ・ DH って感じするね。パワーヒッター、うちのモンマと比べてほしいよねこいつ逆境にしか強くないんだぜ。あ、でもまあセンターが弱いっすね。なんでレフトなんだろうな。野球の常識がちょっと微妙に違うんだろうな。わ、すげえな、すげえなこいつ、強えな。高速スライダー、スラーブ、伸びきれ、なるほど、強いね。しかしこれを打つのがモンマさんの役目だよ。あ、危ね、初球からいっちゃった。あー、ちょっといい球でしたね、いい球でした。さあここで唇を切らないと。おしおしおし、やっぱ4番が打たないとね、やっぱ点が入んねえから。よし、ちょっとここいらでそろそろ同点にしとかないとまずい。同点にはできねえか。あ、打たないとな。あー、やっちゃった。違うんだよ、やっぱ決勝でちょっと焦ってるな。来た来た来たここはもうモンマさんの腕の見せ所、高速シュート155キロ、ナックルか、なるほど。いやー、やっちゃった、やっちまいました、やっちまいました、やっちまった、うわー、やっちまった、やっちまったね。4番になりきれなかった。しかしいい試合だったな、マジであそこだったな。うわー、同点にしたかったな、せめて。いやー、いい試合だった。さあペナントレースが開幕です。いやー、やっぱ WBC 編はやっぱ面白いな。さあ見てみますか、今年の WBC はどんな試合だったのかと。とりあえず日本が3勝で、はい、個人タイトル、あ、日本はね、盗塁王、最多安打、うん、まあまあまあしょうがないかな。ベスト9、あー、門前選ばれず守備で門前選ばれず、くそ、守備うめんだけどな。うん、まあまあまあ、モンマをもっと早く出すべきだったっていう説もあるからね。いや、よかったよかった。いや、準決勝のアメリカはもうモンマのおかげで勝ってると言っても過言じゃないからね。そう考えるとモンマさんよかったな。さあ、じゃあレギュラーシーズンに行きましょう。いや、 WBC 編面白くなっちゃうねこれね。さあどうしようかな。新戦力見るか。外国人、お、 A が来た、これはいいね。 A が来たということでもう、うん、ヘンシェルでもいいな。ミート B パワー A だとしたらもう完璧だからね。ヘンシェルにするか。よし、オッケー、もうこれでいいわ。さあどんなやつなんだろうか。フルヒッター、ローボール、
まあ特殊能力に関しては完璧だからな。まあまあ間違いないからね。とりあえずこれでいいんだろう。伊賀がなんで上がるか。伊賀がなぜ上がってくるか。伊賀幽閉。さあ、ベストオーダーってなるとちょっと大峰さんが変色に変わって変わるな。まあとりあえず不安だから7番でしばらく使っていくとして、よし、じゃあ開幕戦見ますか。スキップで武田がゼフ長猪俣か深野か、まあいっか、とりあえずこれで使ってみよう。オッケー、対象と、はい、あ、中井さんがホームラン打ってるな。連打で初回にめっちゃ打ってんな。モンマモンマさんが WBC の選手だ、こいつは。 WBC 選手モンマだった。モンマさんモンマさん日本代表で4番打ってたのにレギュラーシーズン始まると急にあの人8番打ってんだ何なんだよ、急に8番打たされてるぞあの人。いいのかあの人は、それであの人がいいならそれでいいけど。いやしかしまあ開幕から勝ちまくってるな。うん、まあおそらくバファローズが強くなくなったから多分今年はリーグ優勝できんだろう。水村中園の3連ガラス、まあ今年は多分ほぼほぼリーグ優勝できんじゃないかな。うん、ヘンシェルも当たりっぽいね。中井だけが。さあ、どうだい。8.40。3.46。3.37。全体的に蛇行なんかな。いや、でも裏ローテが頑張ってるな。まあ、中継ぎも。うん。頑張ってる、頑張ってるな。ヘンシェル。ああ、打ってるな。すごいね。ザン・ヘンシェル。ザンの方がいいんじゃないザン・ヘンシェル。あ、伊勢さん6番に置いて、打点稼げてるな。W 精神、WBC の4番の門馬さんが、意外と打ってない。まあまあ、今宮はまあまあ、守備で活躍してくれりゃいいからな。うん、タイガーミート C になったか、使えるね。 OK、 いいっすね。ヘンシェル、中園、水村、まあ、これでお金は増えていくだろう。うん、やっぱ強いっすね。普通に強いね、やっぱりね、うちね、クソ強いですね。これ多分 V できるな。もう6ゲーム差ついてるし。これは多分いったな。はい。はい。あら、2連敗。あら、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 意外とゲーム差が縮まってきちゃった。でもお金増えてんな。はい。あら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 。あん、立ち込めてきたな。どうしよう。先発陣が思いのほか頑張ってないからかな。どうしようかな。まあ、勝ち越しちゃいるから、とりあえずはいいか。で、ヘンシェル。落ちたなぁ。まあでもホームランは出てるか。井出さんがいいですね。あ、モンマがぶり返してきた。ぶり返してきた。巻き返してきた。今宮がなぁ、打たねえなぁ。バントばっかさせるのかなぁ。武田さんのこの3番に置いおくからこそ、あれか下がってんのか。じゃあ、こうじゃん。
いやあ、あの人 WBC 活躍してるのにな、結構 WBC 活躍してるのに日本に帰ってきたらこうだよって。お、まずまずの活躍。スランプ脱出、中井さんスランプ。あーでもあーバファロー強え。あら 3.5 ゲーム差つけられちゃった。なんでじゃ、普通に強えんかバファローズか。うん、まあうちも普通に負けたりしてるな。ああ、しゃあない、選手特性アイテムの出番か。さあ、お、縄さんが使える。コントロールが6上がるぞ。そう、四角で複数選択できるとか言ってたな。いけんのかな、行ってみるか。ん、あ、なるほどね、こういうことか。はいはい、分かった分かった、完全にマスターしました。よし、とや、いいね、ガンガン上がってくね。うん、野手は、お、まあ、当たり、パワープラス9。あー79か。お、あれ全然分かってなかった。ヘンシェルもう使えんの、パワー3か。深野2と8、いいねいいね。うん、あ、ヘンミ帰ってきた。あ、化け物みたいになってるヘンミさん帰ってきました。しかももう一個使える、パワーがプラス3できるらしい。やったー、ヘンミが帰ってきた。あ、帰ってきた帰ってきた、よかったよかった。あれ結構早かった帰ってくるの、30日だったから。あ、俺見過ごしてたんだな、ヘンミ。そしたらなるほどね、やっと帰ってきたよ。こうなるといよいよ誰がいらないんだ。うーん、猪俣で、もう一人が並木か。並木はどこいる。あ、いた。クソ強くなりそうですね、これ。今宮引きずり下ろすんじゃないこれ。今宮引きずり下ろすぐらいの強さがある気がする、これ。じゃあ早速ヘミを使っていきましょうオール S って、うわ、どうしようかな。こうなるといよいよ誰を外すんだ。武田も3割、水村さんになってくるのか。いや、ちょ、 S100 ってすごいな、やっぱ本当にすごすぎるな。ちょ、並木使ってみるか、せっかくだし。これでいきましょう。よし、ヘンミ帰ってきたんでね。じゃあ今回はこれで終わりますか。それじゃあまた次回お楽しみに。さよならさよならさよなら。